中に貼ることにします。おお、結構おるかな。月曜日だけどな。こっち側は誰もいないから、川を見ながらキャンプしたいと思います。だいたい晴れましたよ。うわ、全然簡単じゃないよね。でもここにランタンフックついてるのはすごく嬉しい。こんなとこついてんの、屋根の部分。でも屋根にポールがあるのも嬉しいな。さあ中入ってみよう。よいしょ。ほい、こんな感じ。上はオールメッシュ、全部。上は全部オールメッシュ。ランタンフックが1個、2個、3個、4個。それに横に8個 ?1、2、3、6個か。3、6。うん。かけるとこはいっぱいある。で、6面メッシュなので、全部ドアが1枚ずつ開きます。3、4、5、6。あと小物入れ。開放感はすごいよね。それやし、あれ、冬はさすがにこれ寒いやろうな。夏も厳しいかもしれへんけど、この時期はやっぱりいいよ。風が入ってすごい涼しい。夜以外はね、夜は全部閉めるけど、オールクローズ。それではもうそれやっていきます。よいしょ。
待ってなさいよ、そこで。ミシュ、今日も暑かったな。明日雨やって言ってるからな。今日の夜から雨ですわ。なのでもう雨覚悟で帰ります。ちょっと間の休息って感じ。よく寝てますね。お、来た。来た。お、足は。幸せね顔。よ。よいしょ。行ってますね。足がよく切った。あ、来た。いる？テントの中からでも見えるね。いいね。今日はこれプリズンブレイクのシーズン4かな。夜食も作らなあかんな。お腹空いた。さっき食べたけど米炊こう。米炊くぞ。お腹空いた。
それでは蓋をオープンで、ちょっと不安。おお、綺麗な、めっちゃ綺麗に炊き上がりました。おええ感じや。うん、さあこれを、あちゃ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 、さあこれをおにぎらず、おにぎらないの、おにぎらず、おっと鮭フレーク、これでご飯を食べたいと思います。鮭がうちのフレークが好きな、美味しいよね鮭フレーク。よし、できた。え、熱っ。よし、一つ出来上がり。よし、熱っ。あ、美味しい。よし、一つ出来上がり。夜ご飯取れへんかったから、取れてると思ったら回ってなかったんだよね。だからもう今日これバーベキューしたの、一人でな。来ました。で、よしよし、4つできた。こんな感じ。え、沸いてきたかな。カレー麺飽きたカレー麺ばっかり食いすぎたわ、なんぼなんでも。ゆるキャンで、なので今日はシーフードにしてみました。よいしょ、あちちちちちちちょちょちちょちょ、もうちょい、よし。あ、あとでこれほうじ茶飲もう。今日はほうじ茶を持ってきて、はい、それでは食べたいと思います。おにぎらずとシーフード、こんな感じ。イエイ。うまいっす。夜は、夜っていうか、まあ、3時頃からかき焼いて、ホタテ焼いて、何やったかな、あ、サザエ焼いて、で牛タンと、何やったっけ、牛タンと霜降りのステーキや、サーロインステーキや、うん、それを食べたんですけどね、映像がない。撮れてたと思ってんけど、残ってなかったって、あのランプがついてなかったので、これで勘弁してください。今日はおはようございます。6時52分。6時からお散歩行って今帰ってきました。ちょっと肌寒かったね。おちかれさん。あんたは？おちかれさん。嬉しいも、お疲れさん。ちょっと紅茶でも入れようかなと思います。撤収中です。雨がポツポツ来てますので、よし、もうちょっとした片付けて帰ります。
よし、撤収完了。パラパラ雨やったけど、まあなんとか持ったね。よかったよかった。今年はなかなか良い年だ。うん。はい。それではお疲れ様でした。